筆文字アーティストの李良こと佐藤達之と申します。今は筆ペンと紙のコースターを常に、カバンの中に入れながら、出会った人の名前を書いたりとか、イベントで、それらのを続けるような活動をしております。高校在学時は書道部に在学しておりました。卒業後は10年間ほど、恩師のもとに通いましたけれども、やはり仕事が忙しくなって、中断したんですが、少し字が書けるということで、職場でもいろいろ看板を書いたりとか、そういう機会が少しずつありました。その後、展覧会ではなく、展示会ですねに出す機会がありまして、その展示会は、自由に書いていいというところでしたので、半身字を書くということではだけではなくて、 T シャツに文字を書いたりとか、あとはよさこいの文字を書いたりとか、あとは石に和紙を貼り付けて書いたりとか、結構そういったことで自由に字を書くことから、いろんな字の幅が広がりまして、それが現在の元になっているのかなという感じはしております。そうですね、現在使っている道具は主にこの筆ペンとこのコースター、これさえあれば日本中どこ行ってでも書けるというのが私の特徴になりますね。はい、やはりその場で家族の名前を書いたりしますので、反応がこう直に伝わってくるっていうのがいいですよね。普段なかなかその自分たちの家族の名前ですとか、子供の名前を書いてもらうこともなければ、書くことも今だんだんなくなってきておりますので、そういう意味では目の前で書いてもらって、それがその場ですぐ受け取れるというのが、その書き手にとってみればものすごく充実感があります。で、中には子供は生まれるたびにですね、追いかけてきました、ようやく見つかりましたということで、もう3年続けてきたとか、そういう方もいらっしゃいますし、あるいはこれから兄の見舞いに行くんだけども、病床の兄の枕元に兄の名前を置いておきたいとか、何かその名前を書くことだけで非常にそのドラマが目の前に繰り広げられるのが、この充実感がありますね。はい、ちょっと覚えてないんですけど、もしかしたらたまたま何もなかったところに書いてほしいって言われた時に、その時は何かに書いたんでしょうけど、その後、あ、これだったらどこにでもあるコースターに書くんだったらいつでもできるなということで、でそんなに高いものじゃないですけどね。ですからそういう意味で、それとその書いてすぐ、コースターの特性として書いてすぐ乾くんですね。乾くところあるもんですから、それですぐお渡しできるというところが、このイベントで書くという楽しさにつながったということですね。はい、やっぱり字を書くことで人とのつながりが増えたということですね。字を書くことで覚えていただけるという、こちら、例えばコースターでこちらではたくさん書いてるんですけども、書いた本人はあまりこうその場限りですけど忘れてしまうんですが、書かれた方が覚えているということがあって、行った先々でお声をかけていただいたりとか、あるいは書いたもの、書いたことでその先にまた物語ができるということですよね。ですから人とその文字が人と人とをつないでいくということが、自然とこう成り行きとしてなっていくというところが、この文字を書いててよかったなっていう感じはすごくします。はい、これからもまた字を書くことで、そうやって人の輪がつながっていって、もっと広がっていけばいいなって感じはしています。
今回の船着き市は3回目になります。毎年1回ずつ開いてきて今年で3回目になるんですが、その会場を見る限りですね、もちろんその作品を見たり買ったりするっていうのも一つの楽しみではあるんですが、やはりそこは人と人との交流の場になっておりますので、ぜひ人との会話を楽しんでいただいて、で何かをお持ち帰りいただければと、作品だけではなくてですね、思い出もお持ち帰りいただければなというふうに思っております。ということで、ぜひ多くの方に声をかけていただいてですね、来ていただければいいなと思っております。